理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんか。そんな理科の時間、第572回。そんな理科の時間 B、 お送りいたしますのは吉安と香里です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は6月にいただいたメールを紹介する回になっています。もう7月ってこと？そうです。7月の7日も過ぎました。七夕お願い事しましたか？私はしてないです。あら、なんで？芸事はもう結構コリゴリと。そういうわけじゃないですけどね。はい、あの7月7日は国立科学博物館の案内をするための、ドキュメントというか冊子を作るので、ああでもないこうでもないって考えてました。なるほど、はい、じゃあ香里さんはなんか短冊書いて願い事したんですか？いいえ。あれ？なんか自分はしたみたいな言い方だったじゃないですか。いや、そんな風に感じましたか？特に願いはないの？願いありすぎて短冊書く気にもならない。単語帳みたいになっちゃう。はい次、はい次みたいな。ね、もうこれができたらあれやってそれやってこれやって、ああもう時間がないっていうね。ということで有限の時間大切に使いましょう。はい、でメールの紹介の前に、オフ会のお知らせ、はい、この配信が、7月の12日に配信ですが、その翌日ちょっと待って、よくわかんないぞ。もう一回言って。7月15日の海の日に、はい、松本の教育文化センターというところの、海なのに山に行くってことですか？いいじゃないですか、はい、松本市教育文化センター、科学展示室で、目安は12時半から14時半、そこに展示してあるものを一緒に回りましょうっていう感じです、はい、2時間も回る、何展示がないんじゃないか説もある中で、はい、まあまあ果敢にも攻めていくぞって。そうですね、あんまり、予定は決めてなくて、で、うん、出たとこ勝負、行ったとこ勝負でやろうと思っています。はい、はい、さすがに下見できないしね。まあ行くつもりだったとか、パックスケの父さんが展示の写真を送ってくれたんで、うん、あ、こんな感じかなっていうのはあったんですけど、下見できた感じ、はい、で、せっかくなので来ていただいた方には、はい、リストバンドを、あげます。はい、はい、限定色、限定色、まあ、黒っぽいやつを作ってみました、はい、なぜ黒？松本城が黒いから。なるほど。すごい子供たちとかで混んでるんだったら、うん、あのリストバンドつけていただこうと思います。わかるように。あ、その会場がね。そう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 、うんうん、でもあんま混んでなかったら、うん、要は事実上の貸し切り状態だったらリストバンドとかしなくてもいいかなっていう。かなりあのかなりハードルがはい、で、ね、普段どんなくらい人が入るとこなんでしょうね。わかりませんが、パックスケの父さんの、うん、写真には誰も写ってませんでした。いや、それはそのシャッターチャンスちょっとそこどけてって、人がいないところを狙って撮ったのね。そう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 、はい、あんまり人がいてもさ、あれだから、ちょっとはい写真撮るんでどいてくださいって、ピピピピって。でメールで参加表明いただいた方も何人かいらっしゃいますし、はい、この番組でやっているLINE のオープンチャットでは、イベントの、何、オープンチャットの中にイベントっていうのが作れるんで、そこに、イベントを作って、とりあえず参加表明はとりあえず5人いるのと、はい、あとですね、でも、あれ5人のうち私たち2人分ってこと？そうなんですよ。で、こじんまりといい感じじゃないですか。ただ、松本駅からちょっと遠い場所なんで、公共交通機関で来ると大変そうなのですが、うん、そのタイミングに間に合うように、車何人かだったら乗せられますよというのを、そのオープンチャットでやり取りが行われているようなので、はい、はい、ちょっと興味がある方見てみてくださいっていうのと、ぜひ、オープンチャットの方に参加していただいて、参加表明とかね、あとは足の手配とか、あとお一人はなんか町田から行きますがっていうコメントもありましたが、あ、ありましたね、はい、あの乗せてきますよっていう、はい、まあ、まあ確かにそうね、うん、私はちなみに前日に、糸魚川のフォッサマグナミュージアムに行くつもりなんですけど、まあお天気が良ければ路頭、うん、あのフォッサマグナの、地層がちゃんと見られるところに行こうと思ってますが、天気がすごく悪かったらどうしようかなと思っています、はい、あれ今のところの天気予報はどんな感じになってんの？曇り時々雨。
ところによって強いかもしれませんっていうのは毎日変わっていく感じの梅雨の後半な感じですね。なるほど。はい、という感じで、皆さんのご参加お待ちしておりますが、大阪でやったみたいに80人とかは来ないと思います。あれ、大阪ってそんなに来ましたっけ。大阪80人分リストバンド配りましたよあ、違う、あ、80人ぐらいだ。で、翌日の明石で16人分ぐらい配って100本あってよかったって思ったんですよ、うん、なるほど。まあ、100本単位で注文なんですけどね。なので、100本ありますが1人1本ずつにしますね。転売する人はいないでしょうけど1人何本持っても仕方がないので、はい、ということで、あの、オフ会でお会いしましょう。オフ会でお会いしましょう。あとですね、あの、何回かご案内している絶滅メディア博物館っていうのが、はい、7月の10日の朝の、テレビ朝日のワイドショーに取り上げられたのが、あ、違う、火曜日か、7月9日か、はい、それも、結構今絶滅メディアが熱いって、取材何時間か来て、その朝のワイドショーの中で8分ぐらいだから一つコーナーとして、すごい、一トピックじゃなくてちゃんと取材に来て、何、話題にしたっていう感じの作り方で、今日しっかりした感じでしたよ。やっぱり絶滅メディアが熱いんですかね。でちなみに時々、はい、なんかハンクラ好きだからそういうところよく見るんですけど、例えば、初代ファミコンの形をしたなんかポーチとか、うん、そういうものが売ってたりするんですね、個人が作って。あ、はいはいはい、で確かに欲しくなる。ウォークマンポーチも売ってたことがあった気がする。そうそういう系のもの、うん、多分だから、あ、でもそれなりにデザインも悪くないと思うから、はい、世代の人たちは当然すごく懐かしいというか、うんうん、っていうのもあるけど、そうじゃない世代の人にもそれなりに受けてるというか。そうなんじゃないですか、可愛いキャラクターものの一つとして ね、うん、でですね、また7月の27日かな、27日の土曜日に、わけあってこんな形になりましたっていう、技術的にこういう風な工夫をしたからこんな形になってるよっていうのを、カメラのね、うん、古いカメラから新しいビデオカメラまで含めて、前回前々回の人の欲がカメラの技術を進歩させたのやつの現物を見ながら、はい、解説するという感じのことをやろうと思っています。あ、吉安さんがね、今度はね、はい、絶滅メディア吉安ツアーが、そう、博物館で、検索していただくと分かると思います。はい、そちらも下見に行ったんですよ前。お、下見好きですね。趣味下見とかどう？下見はしなくて済むんだったらそれに越したことないんですけどね。もう下見しなくてもいいぐらいもう行き尽くしました。あ、だからテーマによって見るものはまた違うんで、うん、また、まあ、結局あの、なんだろう、博物館とかの常設展ってことですよね。収納してあるものは変わらなくても、はい、見方によってその展示の仕方っていうのかな、表現の仕方が変わるじゃないですか。展示の仕方も違いますし、ね、アプローチの仕方とか解説も違うと思ってます、ね、だからそれがそういう感じなのかねって、うん、どう、結構いい例え話ができたと思ってるんだけど、なので何回も下見に行く必要がありますということですはい、はい、ということでお知らせでした。はい、ではですね、6月に来たメールをいくつか、あの、オープニングでも紹介していこうと思います。はい、まず卵パンさんとベルカラさんが、6月の頭に、国立科学博物館で有料版の方限定、オフ会っていうのをやりました。なぜか無料にも公開されちゃったけどね。あ、一瞬ね、一瞬はい、でお二人の方がいらっしゃって、香織さんと私とお客さん二人という感じで楽しい時間をこじんまりと、はいはい、回りました。それの、はい、あの、感想メールというか振り返りのメールが来ていて、たまごパンさんは、お二人とたくさんお話ができて嬉しかったです。展示物を実際に見ながら吉安さんに解説してもらって、かおりさんに補足説明をいただいて、こんな贅沢な時間はそうはありませんと。まあ、補足長くね、いろいろなお話を聞けたのも楽しかったですし、今後新しい知識を得た時に今日のお話とつながってなるほどと思うことがあると思うので、それも楽しみですというのと、
はい、ベルカラさん、ミニオフ会では大変楽しい時間をありがとうございました。初めての科博だったんだそうですよ。初めての科博を吉安さんの解説付きで回れ、一人で回っても気がつかない、特に展示順の捉え方は一緒に巡り体験することによっていろんな過程が分かりました。時折香織さんが補足的に説明や、同じ立場で吉安さんに質問して説明を分かりやすく変換させて、やはり香織さんも博学多才だと再認識しましたと。ヒュ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 いうメッセージをいただきました。ありがとうございます。ヒュ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 ありがとうございます。一応ね、8月にもやろうかと思ってるんですが、詳細にって決まったら、はい、有料版限定の方はおまけのコーナーで紹介したいと思います。はい。はい。あとですね、6月の時にも、メディアの歴史のですね、コメントというか、懐かしいですよっていうメールが来ました。よ、ですね。片子さん、記録メディアのお話、懐かしい思いで聞きましたと。私は、光磁気ディスクや CD のプラスチック基板の開発に携わっていました。おぉ。ということで、ご自身でね、開発をしていた、扱っていたものが、古かったり懐かしかったりするものがたくさん並んでいるのはすごい面白いんじゃないかと思いますし、うんうん、私がお話をした時にも、このメディアは実は私が作ってたんですよっていう男性の方がねいらっしゃって、はい、寄贈しますみたいなすごい、そんな方もいらっしゃいました。あとうししし さんは、記録メディアをいくつ知ってますかの回で思い出したことをお伝えしますということで、私のパソコン歴1983年、先輩から譲り受けた富士通の FM8、 富士通マイクロ8で FM8 ね。で、カセットプレイヤーで、プログラムの記録と読み出しをしていたということでですね、懐かしいというコメントをいただいています。ありがとうございます。ありがとうございます。あとですね、5月31日の配信で、人工衛星の話をしたんですけれども、人工衛星見ましたよというメッセージもくんたんさんとキジウォッチャーさんからいただいています。はい。またね、今収録している週は日本で、国際宇宙ステーション見やすい、タイミングなんで、うん、夕方から夜にかけて見てる方いらっしゃるんじゃないかと思います。今誰か乗ってました？今日本人は乗ってないんじゃないかな、うん、はい。あとですね、愛かなえさん、初めて聞いた時から不思議だったんですが、冒頭のそんな理科の時間という可愛い声は誰の声ですかということで、第何回までだっけな、最初の100回分ぐらいは、番組冒頭に子供の声でそんな理科の時間というタイトルコールがあるんですが、はい、確かね、元宮さんの姪っ子とかじゃなかったっけな、確かそんな娘とかそういう直接の血ではなく冒険の親戚だった気がした。そんな気がします。はい、はい、あれでも他の人がやったこともあったよね。ありましたよ、ね、なんか企画で、はい、誰がやったんだっけ、忘れちゃった、ね、なんかもう辞めちゃったメンバーさんがやったようなことが、はい、記憶があるぞ。あとですね、アジアの山ちゃんさんからは、私が名古屋に行くっていう話をしたら三つ館ミュージアムに行ってみてくださいというメッセージをいただきました。三つ館ってアジポン？あ、そうです、そうです。あのですね、知多半島だっけなにある三つ館ミュージアムっていうのがあるんですよ。駅からそんな遠くないらしいんですけど、うん、雨が降ったらっていうので、T シャツ売った日には雨は降ったんですが、うん、結構降ったんで市内に行っちゃいました。あ、逆に逆にちょっとぐらいにだったら行こうかなぐらいなところが、そうなんですよね。だからすごい晴れたら出かけていくのも嫌だっていう感じね。あんま遠くまでね、すごい晴れたら岐阜城まで行こうと思っていて、うん、ですごく早起きできて天気も良かったら明治村も考えていて、うん、結局何ができたんですか？早起きはできたんですか？早起きはできました。なんとトヨタ、歴史技術なんだっけな記念館、うん、にオープンの30分前に行っちゃいました。ワクワクしすぎて、いや9時からだと思ったら9時半オープンだったってだけです早くは入れてくれなかったですか？おかしいな。あとですね、たまごパンさんは、朝顔の種をまきました、はい、というので、芽が出て成長記録ね、芽が出て膨らんで、はい、そう、花が咲いてっていう、花がいくつ咲きましたという、まあれ、どこまで行ったっけ、いや咲いたよ、咲いたとこまで行ったっけ、うん、あ、
これはあれだな、成長だな。咲いた咲いた。お、咲いたようで、うん、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、あとですね、よダダダダーンさんからはすごい豪華な鉄塔の、写真をいただきました。なんかツリーみたいな感じね。面白い、こんなのがちょっとね、3本で1セットなんですけど、それが4組だから片側6本のすごい高い鉄塔の、写真を送っていただきました。はい、はい、でありがとうございます。うん、ですね、ちょっと珍しい方からのメールを一つ紹介します。はい、デルタリーダーことマサトさんからのメールです。なんとあれ、なんかその人知ってる？知ってますよ。こんにちは、デルタリーダーです。ということで割愛少ししますが、現在出張中でイタリア北部のトレントに来ており、ドイツ南部のミュンヘンに移動中なので。すごいね。はい、もともと予定していた飛行機に乗れず、急遽ユーロシティという電車に乗りながら移動しています。結果的に4時間半という長いまとまった空き時間ができたので、まとまった空き時間に最新回まで聞くことができメールを書いていますと。すごい、はい、海外出張で想定外なことが起こると、ひどく焦りかなり不安になりますね、ということで、飛行機に乗れずに、ね、陸路で行ったと。で、ね、近況、もともと海外出向、まあ国民みたいなものですね、長く海外に行くということで、そんなプロジェクトから離れたマサトですが、多少予定が変わったりして、今のところ今年の10月下旬から渡航することになりましたと。じゃあもうちょっと時間的猶予が、はい、とはいえそれまでにもかなり大きな仕事が入ってきたりして、それまでにも海外に行くわけか。そうなんですよ、マサトさん住みはしないのか、とりあえず行って仕事はしてまた帰るっていう感じ。あっちに出張、こっちに出張、あっちに長期滞在っていうのが多分今年10月ぐらいには、何長期で家を借りるという感じで、ホテル住まいじゃなくてね、うん、っていうので、引っ越すことになるんじゃないですかね、はい、大変ですね。ということで、あの車窓からの景色や、多分これはどこのどこだ、写真ちっちゃいで分かんないぞ、うん、イタリアとスイスの国境ですね、電車の窓から見たね、国境をね、電車で列車で越える時のパスポートチェックってあるの、そういう時。今はないです。ああ、そっかそっか、そうか、シェンゲン、そもそもが変わったのか。そうです ね、昔はあったの。昔はあったみたいですよ。大変だね、一回止まるってこと。あ、止まって、車掌さんみたいなというか、あの入管の人がぐるぐるって回りながら、はい、パスポート確認しますって言って、そうそう、今スイスの国境でも多分これはやらないんじゃないかなという感じでございます。はい、はい、で、ここに行ってきましたよというので、マサトさんはヨーロッパに行ってきましたよそうね、ヨーロッパに行ってきました。はい、はいはい、パックスケの父さんはいつもあちらこちらに出かけているんですが、6月の上旬長野県埋蔵文化センター、作詞教育委員会、埋蔵文化センターあるんですよね、作詞教育委員会文化財事務所内にある考古、遺物展示室、フォッサマグナミュージアム、あ、じゃない、その前に、上田市の信濃国分寺館、はい、で、フォッサマグナミュージアムも、以前行ったことがありますというメールをいただいています。あとですね、マーサートさんはあれで、ミスタービッグさんは、哺乳類展の招待券をお送りしたんですけど、そちらに行ってきましたと。なかなか面白い展示が多かったです。うん。食虫類の研究内容が興味深かったです。特別展でいつも思うことなんですが、解説書を入り口で販売してほしいですと、ね。解説書を見ながら展示を見るスタイルがいい。確かに。ただ、今は音声ガイドとかね、あるんで、うん、そっちを売りたいんじゃないですかね。で、なるほど、お家に帰ってみるために、あの、図録というか解説本を売るという感じですね。うん。独店に行こうと思っていますというのを、メールでいただいています。おい、おはようございます。ありがとうございます。しっかり独の勉強してきて、そう、先日行った時に名古屋の科学館、名古屋市科学館にいた時には、独店始まりますよっていう、あの独特のアナウンスがあったわけですね。アナウンスっていうか、バカでかいあのバナーのなんていうの、広告が下がってました。はい、ケンさんも北米海域に食に行ってきました。
すごいね、行く場所が。はい、ヒューストンも訪ねましたが、今回はバリンジャー隕石クレーターとグランドキャニオン、そして目玉になるアンテロープキャニオンなどを巡ってきましたと。わお。ケンさんは、人生最後の皆既日食というふうに書かれていますが、またね、皆既日食見に行けるといいんじゃないかと思います。ねえ、結局見られたんですか。あ、ケンさんは今回は 見られたという、はい、ことでした。スピカ48さんは、パナマ運河の話でね、うん、でその時に、肛門って言って、湖と湖を分ける、または川を、仕切って水位が変えられるねものがあるんですけど、うん、自宅から比較的近くに、肛門式の運河があるというので下関肛門というのに見に行ったことを思い出しましたと。もう、5、6年前だそうですけど、うん、そんな感じや、卵パンさんも、名古屋の近所にね、これ船頭平なのかな、船頭平、船頭平肛門というので、2つの川があって水位が違うんで、船が行き来するときに、片方を閉めて水位を変えて、うん、新しい方の水位に合わせてから出るっていうのが仕組みがあるそうです。はい、ということで、出かけました。あ、マリサさんは、伝送ギャラリー豊田宝石歴史未来館に行ってきましたというふうにいただいてます。はい、ありがとうございます。はい、あとですね、緑茶21さんはオフ会には行けないですが、松本在住なのかな、松本にようこそという件名でいただいてるんで、オフ会には行けないですが他のところ行ってきましたよっていうので、松本市時計博物館、松本市博物館、あと松本市美術館に行ってきましたよというのをいただきました。松本市博物館は新しくて綺麗な建物、白骨温泉は、白船温泉と呼ばれていた、いずれにしても入浴剤みたいに白いですという、コメントをいただいていて、松本市博物館は松本城のすぐそばにあるところで、うん、建て替えしてたんですね、うんうん、はい、あと一休さんは能登、北部は旧暦にお墓参りをしていますというので、コメントをいただいています。旧暦のお墓参りはまだでしたね、もうちょっと先でしたね。はい、はい、という感じでお出かけの情報もいただいています。はい、はい、ということでオープニングの最後は、メールをいただいた方のお名前をお呼びして本編の方に行ってみたいと思います。ということで、かおりさんお願いします。はい、6月にメールをいただいた方々です。キジウォッチャーさん、たまごパンさん、ベルカラさん、テラミさん、アイカナエさん、パックスケの父さん、クンタンさん、アジアの山ちゃんさん、ダダダダーンさん、エンタープライズ上官希望さん、デルタリーダーさん、ミスタービッグさん、ケンさん、スピカ48さん、ヤマクジラ2号さん、フレデリックさん、アガタさん、理科付きの国語教師さん、猫の手さん、アマリサさん、ヒールフックさん、ウシシシシさん、シが1個多かった、ウシシシ、いいのか、合ってると思います。しんのすけさん、理科系の仏像さん、緑茶21さん、かたこさん、一休さん、神田正輝さん、サイクルマンさん、柏原さん、ふたさんぽびとさん、かかりんちょさん、以上の方からいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、初めてメールいただいた方、また、いつもメールいただいている方、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、本編では質問を中心に取り上げてお話ししていきたいと思います。はい、では本編では質問を中心に取り上げたいと思います。1通目のメールの紹介お願いします。はい、1通目のメールです。寺見さんからいただきました。バッテリー蓄電池はなぜエネルギー放出の前後で質量が変わらないのでしょうか。ガソリン車は燃料の消費とともに軽くなりますが、電気自動車は変わらないことに気づきましたといただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。バッテリーは、うん、電気を消費しているというかね、ガソリンの自動車は、うん、ガソリンを空気と混ぜて燃やして排気ガスとして車外にこう出してるから質量が低くなるわけ、少なくなるわけだよね。うん、それに比べて電池、うん、
電池は、なんていうかな、これ例えが難しいんですけど、うん、すごく圧力の高い風船と圧力の低い風船が組み合わさってるようなもので、パンパンの風船とふにゃふにゃってこと？そう、その間が、空いていて、うん、その間に、なんか動かしたいもの、風車を挟んであげると、片方から片方にヒューって、うん、風が流れて、うん、エネルギーを取り出せる。でも、全体の重さは変わらない。うん、というのがポイントですが、はい。電気自動車は変わらないです。でも燃料電池車はやっぱ燃料が減ります。だって、ね、燃料電池車って燃料も使うし、ハイブリッドってことじゃないの？いや、燃料電池車っていうのは水素カーみたいなやつで、あ、ほう、そう、水素と酸素を結びつけて、排出するっていうのやってるんで軽くなりますが、ガソリンもずっと、必要自体は軽いんじゃないかな。うーん、5キロぐらいしか入んないんじゃないかな、重さ的には、うん、確か。ということで電池はね、片方に圧力の高いもの、片方に圧力の低いものがあって、その間をこう電子は流れるけど外に出ていっちゃうわけではないので、うん、重さは変わりません、うん、はい。ですが、空気亜鉛電池だっけな、補聴器とかに使われる電池がありまして、はい、それは電気を作るのにというか、さっき言った、圧力が高いところと低いところを作るって話したじゃないですか、うん、多くの電池は負極と正極、つまりプラス側とマイナス側、あれマイナス側とプラス側かで、うん、違う金属が入っていて、うん、片方がすごい元気があって片方は、受け身なんで、それをつなげると電気が流れるっていうのがこう電池で、重さ変わらないんですが、うんうん、空気亜鉛電池だっけ、うん、っていう電池がありまして、はい、これは普通の電池と違って空気中の酸素と結びついて電気を起こす、うん、つまり、酸素が正極、うん、亜鉛が、負極、マイナス極になるっていう風に作ってあるものなんで、はい、なんでこれ、こんな電池使うかっていうと、うん、さっき言った金属を2つ持ってくるとっていう話をしましたけど、はい、空気亜鉛電池は負極を準備しておかなくてもいいんです。電池の中に空気の中から取ればいいんで、ほう、なので、正極の材料をぎゅうぎゅうに詰め込めるんで、まあ、長持ちすると言われています。容量が大きいんですよ、うん、なので、これはなんと空気と結びつくので使っていくとほんの少しだけ重さが重くなります。どっかのほんの少し、高校の先生とかが実験をしたのかな、うん、なので、重量変化は、0.2g とかは、増えているようです、うん、なので、増える電池もあるっていうことを覚えておいてください。まあまあ覚えなくてもいいですけどねということで、中で圧力の高いものと低いものが、うん、物のやり取りしてるだけなんで重さは変わりません。はい、はい、そうなんですよね。なんかこう使い終わった電池って軽く感じるんだけどね、新品と。でも質量は変わらないので重さを比べたからつって分かりません。はい、ちょっとね、電気自動車はバッテリーがなかなか重くて、うん、車体全体が重いので、なんていうのかな、効率が悪いというか重いものを運ばなきゃいけないんで、エンジンの車に比べて効率が悪いというのもあるんで、こうタイヤが早くなくなるらしいとかっていうのも聞きました。へ、うん、そういうことを考えるとね、やっぱガソリンとか軽油みたいな、うん、そのエネルギーがねギューって入っていて、なおかつ取り扱いがまあ簡単、うん、タンクの中でジャブジャブジャブってやって使っていけばいいっていうのは、やっぱこう、うん、産業革命に値する大きい大きい発見と発明だったんだななんて思っています。はい、はい、ということでメールありがとうございました。ありがとうございました。はい、次のメールです。エンタープライズ上官希望さんからいただきました。1年は四季の移り変わり、一月は月の満ち欠け、1日は朝晩の変化で決まるのは分かります。では1時間や1分の長さはどうやって決まったのでしょうか。1日を12もしくは24で分割するのは約数が多い数字だからでしょうか。1
1時間も1分も60進法なのに、秒の小数点は10進法です。といただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。多分なんですけど、多分っていうか、今言われているのは、エジプトの人が、昼間を12個に分けて、夜を12個に分けたんで、1日が24時間になったっていうのが、最も今、信頼がおける説でます。エジプトの人はなんで12で分けたの？12が好きだったんじゃないですかね。少なくともね、昼間、朝から夜までを分けると、多分お昼を何時ってしたくなるんで、2の倍数にはなりそうな気がするんだよね。今度それを、昼間を4つに分けるか、それとも6つに分けるか、8つに分けるか、10に分けるかみたいなところで、8、10、12ぐらいがあれだったんじゃない？候補だったんじゃないですかね。ちなみに日本は、朝から夜までを6つに分けて、一時は2時間ぐらいなんだよね。ただ、2時間だと結局、ちょっと大雑把すぎるっていうので、その中を半分に分けたり、4つに分けたりするっていう、こう、言い方が流行ったりして、やっぱ人間がこう、時刻を約束するときには、今の30分ぐらいから2時間の間ぐらいが、やりやすかったんじゃないかっていう話と、なんで12にしたかはエジプト人しかわからない。で、その1時間を細かく分けましょうって言ったのが、ミニッツね。わかります？はい。で、ミニッツっていうのはちょっとだけって意味だよね。なので、分が60進法なのは、これいつ決まったんだっけな。ですね。財団法人日本時計協会というものを、というウェブサイトから、引用すると、古代バビロニア人が数学天文学で使用していた12進60進、あとはね、一周360度から時間の単位が作られたと言われていますというふうに書いてあります。まあね、分割しやすい約数が多いというのもあったと思うんですけど、円をね、分割するのには半径のコンパスでピッピッピッって切っていくと六角形になるじゃないですか。で、6等分するとか、なので6の倍数が分けやすかったんじゃないかっていう話で、360度とかね、そういうのも出てきたんじゃないかというふうに言われていますが、6の中をまた10で分けて60にしたのがなんでかっていうのは、まあ60をね、360も、10の倍数ですけど、やっぱり10で割りたくなるっていうのもあったんじゃないかと思いますが、約数が多いっていうのはあると思っています。で、秒セコンドっていうじゃないですか。なので、セコンドって、ファースト、セカンド、サードのセコンドでね。セコンドっていうのは、ミニッツの、要はちょっとだけっていうのを、また60分の1にして、セコンドミニッツ。2回目の、ちっちゃいものとして分けたのがセコンドの語源なんで、なのでセコンドは2つ目、ミニッツはちょっとだけというのが、語源で、60分の1ずつになっています。で、60進法は計算しづらいので、じゃあ10進法にしちゃえばいいんじゃないかという案も考えられたことがあります。フランス革命歴、前もお話したかもしれませんけど、フランス革命公用みですね、フランス革命歴というのがあって、またフランス共和歴かな、これはね、ウィキペディアにもあるんですけれども、革命歴は、1日は10時間、1時間は100分、1分は100秒、なので、10分の1の100分の1の100分の1というので、10進の、時計とか時刻表示も制定されましたが、不評で結構すぐに戻っていますなんですよ。なので1分は大体50秒ぐらいなのかなという感じですね。10進は楽ちんなんですが、やっぱ普段の、1日は24時間、1分は、1時間60分の1という方が皆さん慣れているらしくて、ちょっと大変だったようです。はい、ということですね、約数が多い数字、あと歴史的に決まっていて、
原点がなかなかわからない、あの古代の人たち、六十進法が好きな人たちが考えた時間性に引っ張られたんじゃないかというのが、お答えになっています。で、前にもこれ話したことあるかなと思いますが、その時には確かね、1日から、1時間とか1分とか1秒ができたはずなのに、うん、細かく決めていって正確に測れるようになったら、うん、地球の方が揺れていて、結構いい加減だったって話をしてると思います。はい、ぜひそちらも聞いてみてください。メールありがとうございました。ありがとうございました。では次のメールです。山こちら2号さんからいただきました。先日久しぶりにインクジェットプリンターを動かしましたが、使っていないのにインクがだいぶ減っていました。ノズルのインク詰まりを防ぐためインクを消費するという話を聞いたことがありますが、いつの間にインクを消費して使ったインクはどこに行っているのでしょうか、といただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。いつの間にっていうのは電源切ってる時には動きません、うん、はい、しばらく電源を入れないと、うん、一番最初にこう準備体操するときに、うん、結構インクを使います。私ね、はい、昔ねパソコンを捨てるときに、これって捨てるとき確かなんか普通のゴミとして捨てるとき、はい、なんだろう、袋とかに入れちゃダメなやつじゃないですか。なんていうの、場所によって違うのかもしれないけど、なんかゴミ券みたいのを買って引き取ってもらう。そうですね、自治体によって違うと思いますけど、そのまま燃えないゴミの日に出すんじゃなくて、個別のこの物品は、この券を貼って出してねみたいなやつの粗大ゴミ扱いとか特別ゴミ扱いになったり してますよね、うん、でその時に、はい、塊だからいけないんだろうと思い、はい、分解してみました。それ大きい枝を30センチに切れば燃えるゴミに出せるっていう話と混同してませんか。いやだってさ、プリンターだって元を正せばさプラスチックじゃん。部分的になんか金属使ってるかもしれないけどさ、はい、だから分解してみたんですよ。はい、でネジというネジを、あ、 PC じゃなくてプリンターね。プリンター、プリンターだってプリンターの話でしょ。いやプリンターの話ですけど、最初香織さんが PC を捨てるときにねって言ってたんで、ああ失礼失礼、プリンター、プリンター、あ、インクジェットプリンターを捨てるときね。そうそうそう、捨てるときに、あ、なるほど、インクジェットプリンターも廃棄物券が必要なのね。多分そうじゃないの、え、違うのかな。いや PC は PC で、うん、たくさん都市鉱山と呼ばれるこうなんていうの、金とかそういうのがたくさん取れるから、はい、リサイクルに回しましょうってなってるんですけど、多分プリンターはあれなのね、粗大ごみというか特別ごみ扱いで出しましょうというので、プラスチックにしてしまえと。え、そうそう、パーツにしてしまえば、そんなこと言ってらんないだろうと、うん、いうことで、ネジをねどん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 外していったわけですよ、はい、でいくつだったっけな、そのネジもカウントしていくつのネジがありましたっていう感じで、まあどん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 カウントしていって、アカウントしていってっていうか崩していって、まあ崩れない最後の時にが出てから、まあ、プラスチックはプラスチックで捨ててっていうふうにやったんですけど、はい、結構3時間ぐらいかかったのかな。ほう、でだけどなんか捨てるのがねちょっとはっきり覚えてないんだけど300円ぐらいだったのね。あ、廃棄物券ね。そう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 、はい、ってことは時給100円でやっちゃったかなぐらいな、うん、っていうのがあったんだけどね、はい、まあそれはいいとして、その時になんていうかね、インクでべちょべちょになったスポンジが入ってた、はい、で多分だからその時々プリンターをオンにした時になんかギーゴギーゴ音がするじゃないですか。します。きっとそこでなんかプリンターピシュピシュって出してノズル詰まってないかチェックして、それの何かな、吸収先っていうの、はい、なのかななんて思いながらペッて捨てたんですけど、はい、ですね、キャノンのインクジェットプリンターのサポートページに、はい、インクジェットプリンターエラー番号ホニャララがありますっていう中に、うん、インク吸収体の交換が必要ですっていうエラーがあります。おお、まさにそれじゃないですか。説明、インク吸収体とはクリーニングなどで吸い出されたインクを吸収するための部品です。
はい、綺麗な印刷を保つためクリーニングで吸い出されたインクは製品内部のインク吸収体に吸収されます。うん、インク吸収体は満杯になると交換が必要です。うん、お客様自身での交換はできません。メッセージが表示されたらお早めに修理を申し込みください。うん、修理って書いてあるんだな。まあまあそんな感じですね。エプソンにもインク吸収体っていうのがあって、香織さんが分解して体験した通り、久々に、インクジェットプリンターをオンにすると、うん、ノズル詰まりをなくすために、うん、しばらく空打ちをして、うん、そのインクはインク吸収体に吸収されるということらしいです。うん、ねえ。そうなんです。あんまりやっぱり家でプリンター使わないので、はい、毎回毎回そのノズルチェックをして詰まりがないか確認してっていうと結構インクを無駄に消費しちゃって。そうなんです。でそうですね、で、インクジェットプリンターを分解するときには、ベタベタなインクが、を含んだスポンジに注意ってことですね。時給に注意もあるかな。結構、結構調べて300円って聞いた時にちょっと衝撃だった。結構苦労したんだけどな、これ300円だったんだぐらいの、まあね、そのまま出せばよかったっていうふうに思った記憶が、はい、ということでプリンターの扱いに注意しましょう。はい、はい、メールありがとうございました。ありがとうございました。では次のメールです。フレデリックさんからいただきました。蚊に噛まれたとき、セロハンテープを貼ると痒くなくなると聞いたことがあります。これは本当なのでしょうか？といただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。嘘です。あ？それで終わり？でもそもそも私それあんまり聞いたことないんだけど。私も初めて聞きました。今回調べたら効果はないという情報ばっかり出てきました。なるほど。はい。でも、なんだろう。痒いときって、はい、なんかの拍子で擦れちゃうっていうのかな。あ、そうそうそう。その時にすごく過敏に感じちゃって痒さとして認識してるのかなって気がしていて、はい、っていうとその擦れなくなるっていうのかなという意味ではありなのかなってですが、うん、かいちゃわないように、うん、っていうのはあれですけど痒みがなくなる効果はないそうです。あ、そう。はい、なので、かゆみ止めを塗ってください。普通にね。あと、なんていうの？書くと、うん、そこで傷がついて、その傷から、雑菌が入ったりね、っていうこともあるので、なるべく書かないようにしましょう。で、かゆみを鎮めるためには、濡れタオルや冷水とかの、なんていうの？少し、冷たいものを当てると、感覚が鈍るので、そんなのが、最初のごまかしにはいいんじゃないかと思います。十字を寄すといいっていうのがあったじゃん。だからさっきから言ってるように傷をつけるとそうか雑菌が入ったりするから気をつけてください。傷をつかないように跡をつけてるのよ。正しく、はい、時々さ十字だとちょっとあれかなと思ってさ十字じゃなくてみじん切りのようにタタ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 って爪の跡つけたこともあったな。で結構虫刺され蚊に刺されるとぷくってまあそこのところが膨らんでくるでしょ。で、はい、膨らんできます。刺された直後って言い方変だけどそういう時ってある程度境界が明瞭っていうのかな。で本当にぷくって膨らんでるんだけど、はい、そういう十字を切ったりとかみじん切りするとなんか膨らんでるところが大きくなってる気がする。はい、うん、それだけで多少ね、アルカリのもので、うん、酸性のその蚊の、かゆい成分を中和するっていう方法もあるようですが、うん、金柑ってそれじゃないの？あ、とか、石鹸とかでもいいですよっていうのとか、あとは、アルカリの代表といえばやっぱ灰を水で溶いたやつなんで、アク？あ、そう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 。なので、灰がある方は灰をちょっと水に溶いてくっつけてもアルカリ性にはなります。つけすぎてどうこうってことはない。少しアルカリが強いんですが、まあ灰なので、うん、そんなに何
荒れるっていうほどじゃないと思います。灰なんてそんな簡単にないよっていうお家もあるんではないかと思うんですが、まあね、あ、うち灰いっぱいあるよ、ね、昔はタバコ吸う人多かったですけど、あ、そんな灰でいいの？あ、ほんのちょっとでいいんですよ。なんかいろいろあのよくある、あ、うん、火鉢の、サラサラの灰、そう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 、火鉢じゃなくていいです。だから、何にもない時には、うん、蚊取り線香の灰とかね。ああ、そんなんでいいの？そうそうそう。でも蚊取り線香が効かなかったから刺されたんじゃないのかな。そこは難しいですね。ねえ、もう効かないんだったら最後のご奉仕で灰を出せって感じ？ということで、はい、あ、蚊に気をつけてくださいもそうなんですけど、メールではね、うん、蚊に噛まれたって書いてあるんですけど、うん、香里さんのところでは蚊に噛まれますか？噛まれるし食われるね。うちは結構食われるだったな。いやー、蚊に噛まれ、蚊に食、あ、食われるかな。うん。で、大人になったから刺されるっていうようになったかな。うん。ちなみになんですけど、はい、ムヒとかは、うん、蚊に刺された時とか虫刺されは即時反応と遅延反応がありますと、即時反応は、ヒスタミンをが効いて、遅延型のやつは、ステロイド剤が効くというふうにありまして、それがいい感じでミックスされているかゆみ止めを作っているそうです。はい、なので抗ヒスタミン成分とステロイド成分が入ってますよと。で、こうかゆみ止めのね、会社とかのウェブサイト見ると、どんなステロイドを使ってるかとか、この抗ヒスタミンを入れてるか入れてないかとかっていうのが書いてあったりするので、うんうん、どうもね、かゆみ止めが合わないという方はその辺のことを確認するといいかもしれません。例えばね、ムヒだとムヒベビーとかね、液体ベビーはステロイド剤は入っていなくて、抗ヒスタミンだけしか入ってなかったりします。おー、そう、あとはそうなんだ、絆創膏タイプのものは、それにメントールが入っていて、あ、スースーして気持ちいい感じね。そうそうそう。っていうのとかも入っていたりするのがあるので。でもやっぱ十字に切るのが一番かなって。なので、十字に切るのはおすすめしません。やっぱみじん切り派？だからやめてください。はい。そう、そっからね。あ、で、ちっちゃい子のためには、その、うん、セロハンテープではなくて、うん、絆創膏とかね、あとは、その、今子供向けにあるパッチタイプ、絆創膏タイプのかゆみ止め、我慢できないじゃない、あの書くの、ちっちゃい子は、うんうん、っていうので、そういうのを使うといいんじゃないかと思います。かゆみ止めとかつける時もバンドエイドちっちゃくして貼ったりはよくしますね、うん、自分も。なのでぜひ、はい、正しいかゆみ止めを使いましょう。十字ね、はい、はい、書くと悪化しますので、書かないようにして、なるべく早く抗ヒスタミン薬、書いてるんじゃなくて塗りましょうと、押してるの。はい、ということで、はい、メールありがとうございました。ありがとうございました。では次のメールです。理科好きの国語教師さんからいただきました。このメールが読まれる頃はもう日の出の時刻は遅くなり始め、日の入りの時刻も早くなってきていること頃だと思います。年間の日の出、日の入りの時刻を調べてみると、1日に1分以上早く遅くなる時期もあれば、数秒しか変化のない時期もあります。日の出、日の入りの時刻は、自転速度ではなく、公転速度に関係すると思うので、地球の公転軌道が楕円形ということに関係しているのでしょうか、といただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。これはね、以前どっかで話しました。はい。楕円軌道なので、1日は、うん、自転のスピードはあんま変わらないんですよ。はい。で、自転のスピードっていうのは、星空に対してのスピード変わらないんですけど、うん、人間が考える1日は星空の一周じゃないんだよね。太陽が、出てから沈むまで、沈んでから出るまでとか、南中から南中までとかね。はい、そういう太陽がどっちに向いたら、時間が決まるっていう風に作っていった割に、しっかり時間を測っていったら、時計が正確な分、太陽がねやってくるタイミングが変わってしまうということが起きています。でそれはなぜかというと、1年365日、まあ、もう少し正確に言うと、うん、365と、4分の1日ぐらいで、はい、
地球は太陽の周りを回っていますが、うん、つまり1日に、365分の1日分の、時間が余分にかかるんですよ。あの太陽の周り回るには。ん？太陽の周りじゃないや。1日を、時点で稼ぐには。で、太陽の周りを地球は一定の角速度で回っていなくて、うん、離れている時と近い時、太陽から離れている時と太陽に近い時で、うん、その、角度、1日分で動く角度が変わるので、うん、太陽から遠い時には、太陽から遠い時には、ゆっくりにしか行かないんで、1日は短くなって、太陽からに近い時には1日が長くなるってことがあるんで、時計が正確だと、うん、1日の長さの変化っていうのはただ単に、地球の地軸がね、斜めになっているからに、プラスとかマイナスして変わるので、なんていうの、ちょっとずれて変わるというか、もう少しね、もう一個実は原因があって、地球が斜めに回っていて、はい、っていうのもあるんですが、うん、一応大きいのはその、楕円で回っているので、はい、太陽がやってくる時間が少しずつ変わるというのの、変わり方が変化するからっていうのが一番大きいです。はい。はい。ですね、国立天文台のウェブサイト、暦、情報のサイトには、その辺のことが結構細かく書いてあって、はい、なぜ、夏至の日が一番日の出が早くないかっていうところが書いてあったりします。そう。で、前もお話したと思うんですけれども、秋の日は鶴瓶落としって言って、秋は日が短くなるのが、夕方、要は日が沈むのがどんどん早くなるっていうのが一番大きい。うん、早いというか、毎日の変化が大きいです。はい。代わりに、夏に向かっていくとき、うん、春、日が長くなるのは、朝早く、日の出がどんどん早くなるっていうのが早くて、日が長くなるっていう影響が一番大きいんで、うん、秋の日は鶴瓶落としって言って、秋になるとすぐに日が暮れちゃうように感じるのは、やはりね、現実問題として、毎日毎日ね、時計に対して日が暮れるのが、早くなるピッチが、とても、早いというのが、そのせいだというのも、その説明でわかるはずです。はい。ということで、はい、まあ、違う言い方をすると、南中の時間も、季節によって変わってるんですよね。なんちゅうこった。そう、同じ、経度のところでも、毎日お昼の12時の太陽の場所っていうのは季節によって、西によったり東によったりするということが起きています。つまりそこでずれるってことは日の出もずれてるってことなんですよね、うん、はい。ということで、ご理解いただけましたでしょうか。はい、はい、メールありがとうございます。ありがとうございます。では次のメールです。猫の手さんからいただきました。昔まだ家にクーラーがなかった頃、畳の上に横向きに寝っ転がっていると、畳に接する側の半身には汗をかかなくて、反対側の半身には汗をかいていた経験があります。正中線の左右でくっきり分かれていたようで、何か不思議だったことを覚えています。汗をかくことは生理的に結構細かい制御を受けているのでしょうね、といただきました。ありがとうございます。これ経験ありますか？いやー、ないなぁ。私はありますよ。経験豊富ですね。ああ、っていうかね、これ、なんていうのかな。布団で寝てるとほとんどわかんないんですよ。基本布団だからな。そうでしょ。なので、うん、メールにある通り、畳で寝っ転がって寝てると感じるんですよ、これ。そう、なので。うん。本当に、例えば、畳の上で右向きに寝たときと左向きに寝たときで、そう、上の方。汗。うん。だから畳に近い方は、あんまり汗かかずに、上の方の風当たりがいいところの方が汗かくっていう、はい、それ経験あります。で、これ自律神経で、うん、人間はどの時も発汗量を一定に保とうとするために、うん、右半身を下にして寝ると右半身は
汗が蒸発しにくいため左半身で発汗で、椅子と背もたれにで圧迫すると、背中の汗が蒸発しづらくなるのである程度の時間が経つと汗が止まってその分下半身などで発汗するようになりますと、皮膚圧発汗反射と言いますっていうのがあるんですが、ですね、花王っていうあのなんていうの、石鹸とか作ってるとこね、でそこのウェブサイトに神戸大学の先生の、記事があるんですが、ですね、圧迫すると汗が止まる不思議な現象、これ反則発汗っていうのかな、半分の側の、汗が出る発汗ね、で人には不思議な神経反射が備わっていますと、反則発汗と呼ばれるもので皮膚を押した時に起こる反射の一種です。体の上下左右の脇を圧迫したりすると圧迫した側の発汗が止まるのです。体の左半身の脇を圧迫すると、左半身の汗が止まります、少なくなるのね、このような反射が起こる理由として、壁に体の片側をつけているような場合、またはね、横に寝ている時に皮膚を圧迫されている側は、汗の蒸発が妨げられる可能性があるため、汗を出しても無駄だと判断して止めている可能性が指摘されていますということで、原因は分かってないそうです。ただ、反則発汗、反側反則発汗、ああ、はい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 、イエローカードでもレッドカードでもないと、ではないですと、いうことで、効率よく汗をかくための、工夫ではないかというふうに、書かれていて、はい、ということで体の、対応としては、圧迫されるとそちら側には、なかなか風が流れないので、汗が出にくくなるっていう生理的現象があるようです。で、このコラムによると、例えば、体の左脇、要はお腹の左側ね、とか、脇の下よりもちょっと下あたりを圧迫すると顔を含む半身分の汗が止まるそうですみたいなので、圧迫する位置、脇の下あたりだと顔まで含めたところで、お腹あたりの半分だと、首から膝までとかっていう風に、なっていて、反則発汗で調べてみるといろいろ見えてくるんじゃないかと思います。何はともあれそういった、ことが起きて、なおかつ、横に寝てると上側だけ、畳じゃなくて床じゃなくて上側だけ汗をかきやすいっていうことが起きます。なんかね、私小さい頃、ほら子供って床とかで昼寝しちゃったりするじゃないですか、夏で。パッて目が覚めて、あ、なんか片側だけ汗かいてるっていう経験が何回かありますね、はい、あんまり経験ないですか？で、病院の先生が書いているブログなんですけど、舞妓さんは、化粧崩れをしないように着物の帯で両脇をきつく締めると、この圧迫、皮膚圧発汗反射、さっきの、反則発汗と似たようなやつで、顔に汗をかきにくくなるというのを利用していますというふうに、ブログで書いてるんですが、そんなにうまくいくんだろうかとちょっとだけ、思っています。ということで、発汗反射とかね、反則発汗とかちょっと調べてみてみてください。はい、はい、ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。いい名前だと思います。では次のメールです。ヒールフックさんからいただきました。テレビで沈没船の発掘調査の番組を見ていて、その際原稿に使われた木製の船体が海底に残っていました。海底なら1000年近く前の木材もしっかり形をとどめるんだなと感心しました。ただそこにありそうな人骨や金属片は映っていません。海底の環境では木よりも骨、もしくは鉄などの金属の方が早く分解されるのでしょうか。木材、骨、金属等の分解に地表と海底では何が変わり、どれだけ差が出るのでしょうか、といただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。分解するものがあるかないかにつきます。ん、骨は分解されるってこと？人の骨は、ですね、例えば木は腐るっていうのは、腐敗ね、木の
まあ、セルロースというか木のね、材質の中を誰かがこう食べたりね、うん、あとは溶かして栄養にしたりね、そういうのができる微生物やまたは食べる生物がいれば腐敗だったりボロボロになりますが、そういうのがいなければ、ボロボロになりません。で、人間が、あ、溶けるものと溶かすものってことね。まあまあ、あの木を、食べるには、まあ、ゴリゴリ食べてもいいんですけど、うん、多くの菌とかは、溶かして栄養にするんですよ、うん、だからあのセルロースを溶かすようなもので、そうすると森の中にはたくさんいて木は腐っていきますよね、うんうん、なんですが深海にそれがいるかどうかっていう話と、深海でそういった菌類がちゃんと育つかどうかっていう話のところがやっぱポイントになってきて、うん、同じようにじゃあ、鉄はどうかっていうと、酸素があれば錆びていきますよね、うんうん、だから酸素が溶けている、海水だったら多分錆びていくと思います、うん、酸素濃度がとても低ければ、錆びもせずに残っているかもしれません、はい、あと動物の組織は、木よりも、食べやすいです大体、うん、なので、魚がいるようなところであれば少なくとも皮とか肉は食べられちゃうと思います。で、骨は結構残るんじゃないかと思うんですよね。人の骨ってことね。人の骨。うーん、で硬いから、硬いからっていうのと、溶かしてまで栄養にしたい人がいないからね、あんまりね。へえ、まあ、筋肉は栄養の塊じゃないですか。あ、まあ血液、タンパク質ね、うん、入ってますし、鉄分だってたくさん入ってるし、うん、でも、うん、骨は苦労する割にあの身入りが少ないというか、栄養とかとしては少ないんで、あんまり何、海底とかでも残る傾向にはあると思いますが、カルシウムがある程度溶けるとかがあって、要は海水に溶ける物質かどうかとかっていうのも含めて判断しなければいけなくて、海水に溶ける溶けない、分解するものしないもの、分解させるものさせない、分解することができるものっていう、あ、そうそう、後半は生物によってね、うん、そう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 、あ、そうか、鉄なんていうのは別にそういうのは必要ないのか、錆びていくで、うん、カルシウム分も溶けていくものがあるんじゃないかみたいな感じで、木は、木を食べる生物または微生物がいなければやっぱ残ります。はい、で人は多分、人というかね、動物はすぐに骨だけになると思います。で、骨はある程度残るんじゃないかと思うんですよね。あと分かんないのは、メールにはね、原稿に使われた、要は弦が攻めてくるときに使われた、木製の船体っていうふうに書いてありましたけど、うん、さて、その時人間は一緒に沈んだんでしょうかっていう話もあって、うん、生きてる人間は、うん、泳いで他の船に助けてくれって言うよね。うん、だからその船と一緒に沈まないよね。で、死んじゃって全然動かない人は、うん、まあまあ海の様子にもよるけど浮かんだりもするよね。ああ、はいはいはい、うん、で最新のこう鉄でできて部屋がたくさんあるような船だったら、部屋の中に取り残された人っていうのがいるかもしれないですけど、うん、確かに昔の船はそんなに細かく部屋に分かれていたりしないはずで、だとすると、なんだっけ、タイタニックが、はい、いっぱい部屋が分かれてる初めての船だったんだっけ、それはあれね、沈まないように船体の中が、空気層とした分かれてるやつで、客室はその前からありますよ。あ、そうか、そうそうそう、そもそもでもそういう小部屋ってことね。そう、現行の時代は当然そんなのものも当然ついてない、いわゆる船に人が乗ってただけど、うん、どんどん大きくなってって、まずそういうふうに個別になれば、そう、閉じ込められちゃうことがあるわけね、まずね。そう、だから客船じゃないんで、もしかしたら、うん、船と一緒に沈んでいないかもしれない、逃げたり、うん、あとは、浮いて流されたり、うん、船と一緒に流されるんじゃなくて、船が先に沈んで人は流せるとかって可能性もあるんで、はい、ということで、分解するものがあるか、だから、木でいうと森とか、あとは海辺みたいな空気に触れたり水に触れたりするようなところは多分腐敗しやすい、うん、
でも深海のようなところで、木を溶かして食べるバクテリア微生物や木をもぐもぐ食べる、虫というか貝というか、うん、とかがほとんどいないところだったら残るはずです。はい、はい、ということでお返事になってましたでしょうか。はい、メールありがとうございました。ありがとうございました。では次のメールです。一休さんからいただきました。今週の内容ですが、忠臣蔵の赤穂浪士の討ち入りの日は雪ではなくて曇りだったそうです。以前前首相の細川さんの講演を聞いたとき、そのように話されていました。ご存知だかもしれませんが、細川さんの家系は代々歴史に名を残した家系で、歴史にまつわる古くからの様々な資料があるとのことです。その資料の中に、赤穂浪士の討ち入りの日は雪ではなく曇りだったと書かれていたとのことです。おそらく雪景色は映画を面白くするために作られたものだろうと思います。幻滅させてすいませんといただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。あちこち調べましたが、うん、討ち入りの前まではの前の、日に雪は降っていて、うん、雪は積もっていただろうというのが一般的なようです。で、討ち入りの日自体は、うんうん、雪は降っていません。討ち入りの晩はね。あ、そう。あ、で、例えば曇りだったとしても、雪が散ること、ちらちらと落ちてくることあるじゃないですか。あ、ありますけど、そういう感じでもない。江戸時代の浮世絵とかを見ると、うん、曇りで、うん、もう一個ポイントがあって、12月14日は満月だったから討ち入りが成功しただろうって話をしたんですね。はいはいはい、曇っていたら月が見えないだろうっていう話だと思ってるんですよ。雪の話と雲の話があって、うん、で、前の日まで、また前の晩まで、雪が降っていて、雪があったっていうのは本当のようです。はい、で、その日の夜というかもう早朝に近いタイミングのようなんですけど、うん、どんだけ月が出ていたかについては、浮世絵とか見ると、雲の間から満月が見えるっていう、ものが結構あります。おぼろ月夜的な感じね。そうですね、うん、または、雲が流れてところどころでまた満月の日がっていうか明かりが差すっていうパターンの、浮世絵とかが多くて、うん、逆に言うと、真っ暗な、月夜だとしても真っ暗だったら討ち入りをしなかったかもしれないと思うんですよね。満月を狙っている、討ち入りをしたんだとしたら、やっぱりそれなりに月が出るっていうつもりでいかないと随分明るさ違うんで、うん、皆さん満月、真っ暗な、なんていうの、都会から離れたところで満月の日に夜歩くと、影が見えます。自分の満月の光でできたね。もう、夜にもかかわらず、夜にもかかわらず月の光で影が見えるので、うん、私が、思うに、討ち入りの日とか討ち入りの夜ね、実際に深夜は、雪は降っていません。雪は止んでいます。それは、うん、どころの、物語でも舞台でも討ち入りの夜は雪は止んでいます。はい、ただ足元に雪が残っているっていう状態。うん、滑りやすいので注意しましょう。そうそうそう。で、はい、月がしっかり見えていたか曇っていたかについては、私は多分ある程度月は顔を出していたんじゃないかと思うんですが、うん、雲が描かれている浮世絵も結構あったりします。うーん、打ち入りの浮世絵たくさん描かれているんですけど、うん、ですね、赤穂氏の忠臣蔵の浮世絵データベースっていうのがありまして、お、あ、いろんな人が書いたやつをまとめてあるってこと。へえ、はいはいはい、面白い。なので、作品の閲覧とかっていうので、データを閲覧できるサイトがあったりします。で、ここを見ると結構ですね、またね、あれなんですよね、雪と満月だったり雪と雲と満月だったりっていうのが、うん、結構多いということがわかるんじゃないかと思います。多分物語を、引き立てるためだけではなくて、史実として、雪の話と、カレンダーとして満月は、正しいので、うん、どんだけ雲の間から満月が顔を見せていたかっていうのについては、いろいろあるんじゃないかと思います。
で雲も出てたっていう絵も誰だっけな、宇田川義綱とかは、月に雲がかかってる感じの絵だったりします。雪が大体あるんですけど、うん、月が描いてあるやつでも雲がかかってるやつとかね、うん、高校と月が輝いてるやつもあったりしますみたいな感じで、雪と、月っていうのは、あったんではないかなと私は思っています。というのは、私はその浮世絵でっていうのと、あと、記録で、雪が止んで、なんていうの、ね、絵の中に雪が降ってるのもあるんですけど、うん、だいたい雪は描いてあるんで、うん、はい、という感じでですね、私の理解では、降ってた雪が止みました、月は出ていてところどころ雲がかかっていたんじゃないかと思っています。はい、ということでメールありがとうございました。ありがとうございました。では次のメールです。サイクルマンさんからいただきました。野球の球種にナックルボールがあります。ウィキペディアによると、可能な限りボールの回転を抑えた形で投じられ、捕手に届くまでの間に不規則に変化しながら落ちる変化球である。どうして回転を抑えると不規則に変化するのでしょうか、といただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。よくほら、いろんな魔球があるじゃないですか。あ、まあ、魔球というかね、ねえ、回転してないボールがこっちにシューッと飛んできて、むっと思って見てると、うわーっと、なんていうのかな、ちょっと怪物みたいな、擬態語だけでよくわかんないんですけど怪物みたいなのが口を開けて突っ込んでくるみたいな、そういう演出とかありません？ちょっと何言ってるかわかんないです夢を見てるんです、気にしないでください。まずですね、普通にボール投げるとある程度回転がつきます。はい、で回転がつくと、回転が、速い側と遅い側というか、空気に対して速い側と遅い側があって、はい、空気がある程度整流されてしまうんですね。流れが流れが一方向になるんですけど、うん、すごい強風の日に、うん、風に向かって立ってるとバサ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 ってなんないですか。左右にこう振られません？あ、はい、風が強い日、はい、あれは体の後ろで、乱流ってのが起きていて、たまに右側の、気圧が低くなってそっちにちょっと引っ張られて、うん、反対側にまた引っ張られてバサバサするわけですよ、うん、あれは、風が通った後ろの、気流が安定しないので、揺れちゃうわけね、うん、でナックルボールはそんな感じで、普通にボールを投げるとある方向に回転がつくので、うん、今見たみたいな、こうバサバサしたこっちに振られてあっちに振られてっていうよりは、うん、整流、つまり流れがある程度統制されてしまって、うん、片方に力は働くけれども後ろでね、うん、乱流が起きてあっちにバサこっちにバサっていうのが起きにくいので、うん、なるべく回転を止めた、回転しないボールが、不規則に、何動くっていうのはそういうことです、うん、でピッチャーもある程度から先は、うん、ゆらゆらしちゃうんでコントロールしにくいっていう特徴がって、うん、あと球速もそんなに速くしないというか速くできないことが多いんで、ストライクが入りにくかったりギリギリまで見て、当てられて打たれるってことありますが、ナックルが急来ると、うん、おっとどっち行くかボールか分かんないぞっていう感じの揺れるというのがあります。それって漫画だとすごくふにゃ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 揺れるじゃないですか。はい、実物どのくらい揺れるんですか。あ、ナックルボール何センチぐらい揺れるんですかね。ね、プロが見てるから、その当然、まあ、プロとかじゃないですか、こういうの本当に本物のその球を投げてくるのってね、うん、でそうすると受ける側も当然プロなので、そのちょっとした変化とかにもすごく敏感に反応しそうだけど、うん、普通の人にその変化が分かるのかな。どのくらい、あ、普通の人でも分かると思いますよ。お、野球やってる人がバットで打ちますよね。バットの太さと野球ボールの大きさ考えると、ボール半個分ぐらいずれればまともには打てない感じがするじゃないですか。うんうんうん、はい、ゴロになったりフライになったりしてまっすぐ前に飛ばずに下とか上に行っちゃう感じ、
ていうのがあるんで、途中までな、やってきたボールに合わせてバットを振るとあのずれるっていうのがあって、うん、なので、3センチか4センチずれればもう十分ずれてるってことになると思うんですよね。うん、まあ、確かに特に野球はボールもちっちゃいし、打つのがバットみたいな棒切れですからね。棒切れって言ったらですけど、まあそうですね。ねえ。うん。で、キャッチャーが取り落とすこともあるぐらいずれるようです。おー、来るって分かってる。だっていうか自分の指示だもんね。まあまあまあ、ピッチャーと相談してですけどね。うん。これだって、ナックルだって。いやいやいや、絶対ここナックルだって。そう、っていうのと、ナックルって。さっき言った通り、乱流任せなところがあるので、例えば横風が吹いてるとか、ああそうかそうか、そういうところにも影響を受けやすいっていう傾向があるので、そうか、ボールに宿ったボールの神様の ボールの神様の気分次第、まあそうね、うん、で特にね、公式のボールはあの縫い目が出っ張ってますよね。はい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 、あれがゆっくり回ると、うん、あのそっち側に抵抗があって、 あんなちょっとのそのあれも何ていうかな、流れがあるようなあれだけど、それでもまあゆっくりって言いましたけど100キロぐらいのスピード出るわけですよ、プロ野球だったら、うん、そうすると、それでなおかつゆっくり回るんで、縫い目の方向がこっちだから、あるところでは、何ある方向にグググってずれるとかっていうのも発生するようですよ。へー、うん、で問題はだからストライクが入りにくいというか、ストライクを入れにくいっていうのもあるみたい。まあね、投げたとこ勝負だからね、うん、ということで、はい、本来あの風が吹くとバサバサしてしまうのを回転をつけることで整流しているという効果があるんですが、それがなくなるので、フラフラします。はい、はい、ということでした。ありがとうございます。ありがとうございます。では次のメールです。係員長さんからいただきました。車を運転しながら気になっていたことがあります。エアコンの風を浴びながら車に乗っていると、カーブや曲がり角を走行するときに、エアコンの風が当たらなくなる、風向きが変わることがあるように感じます。これは風が遠心力の影響を受けているのでしょうか？もし遠心力ではないとしたら、この現象はなぜ起こるのでしょうか？といただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。私ね、うん、同じような経験があるんですけど、要はカーブするときにあの風の向きが変わった感じがするのがあるんですけど、うん、これねちょっと分かんなかったんですが、テレビでやってましたよっていう記事を見つけたんですよ、うん、でね、あのエアコンの風って室内の空気に比べてだいたい冷たかったり暖かかったりしますよね。うん、エアコンを冷房を効かせてれば冷たいはずじゃないですか。はい。冷たい風は重いので普通は自重で下に落ちますよね。お部屋の中のエアコンとかだと結構よくわかるんですけど、極端に冷たい風ってやっぱりこう自分の重さで空気の中っていうか部屋の中をこう下に落ちていくんですよ。まっすぐこう吹き出しても。うん。そこまではいいですか？つまり、重い空気の塊がエアコンの、口から出ています、うん、で曲がる と、周りの空気に比べて重い空気の塊は、なんていうの、重いものだから、うん、まあ、遠心力というか、浮力に近い感じで、他の空気に押されて外側に曲がっていく感じになるので、うん、冷房は、カーブするときに外側に落ちていくというか、その空、なんていうの、元々の室内の空気と、エアコンの送風口から出た、重い空気は、比重が違うので曲がるときに遠心力が働いて、重い空気の方がより一層外側に行く。ってことは、その仮説が正しければ、暖房の時には逆に、曲がると、暖房の空気は逆側に曲がらないといけないわけだ。うん。で、その検証の記事はどこにもなくて、仮説でしかないです。
ただそういったものをテレビでやってたよっていう記事は見つけられました。ちょっとねあれなんですよ、うまく探せなかったっていうのがありまして、ですね、これは2015年の8月1日かな、林先生が驚く初耳学っていう番組で取り上げてたそうです。ということで、うん、この、番組の、メモを取ったブログによると、冷風は重いので、カーブの外に流されて、温風は、車内の空気よりも軽いので内側に寄って流れるっていう風に、テレビでやってたよっていうのが、書いてありますが、論文的なものとかは見つけられませんでした、うん、そんなに車内の空気は流されてるってこと？いや、というか、お家で、冷房とか暖房とか使うと、うん、冷たい空気が下の方に落ちていく感じってないですか？うん、本当ありますよね、うん、ってことはそういうことですよ。人間がねカーブするときに外側にヨーってこう、うん、行きますよね、うん、車で曲がるときに外に放り出されるような感じになりますよね、遠心力で、うん、ってことは左向きに力が働いてるってことは、周りの空気に比べて重いものの方が左に寄っていくわけだ、うん、カーブの外側に寄っていくわけだ、右にグッて曲がったときね、うん、っていうのがお家の中で冷たい空気が下に落ちているのと同じように、重力というか外力が変われば、冷たい風は外側、暖かい風は内側にずれるというのがなんとなく分かっていただけるんじゃないかと思います。うん、これね体験したこと私もあるんですよ。曲がった時にあれ風向き変わったって思うんだもん。体験してない人にはねピンとこないと思うんですけど。エアコン何度ぐらいの設定にしてますか？あんま覚えてないです。一年中23から24、26ぐらいの間かな。なんかね夏だからって一番冷たいのにしたり、冬だからって一番高いのにしたりはましない。うん、夏違うな、冬を一番温めちゃうと本当になんか火傷しそうな温風が出てくるので、それはさすがにしないんですけど、まあ、夏は一番低い温度設定にしてるけど本当にそうすると冷えるのね。はい、すごいなと思いました。車のエアコンは何、車って部屋の大きさ的には4畳半よりも小っちゃいじゃないですか。うん、天井も低いしなんだけど、12畳とか20畳分ぐらいの、機能のエアコンが入ってることが多いんで。へえ。なんだってよく冷えますね。屋根も薄いし、なので結構、強力なやつが入っています。その分ね燃費も悪くなるんですよ、エアコンかけると。という感じで、もう一回ね、これから夏ですので、カーブするときに重い冷たい空気が外側に行くかは皆さんちょっと、感じてみてください。はい、はい、いいですか。はい、ということでメールありがとうございました。ありがとうございました。この番組では皆様からのメールをお待ちしております。聞いてるよの一言だけでもいいですし、もちろん質問を、いただいても構いません。またここに行ってきましたなどの報告も待っております。メールの宛先は lika@0438.jp、rika@0438 数字ですね .jp です。また、私たちのウェブサイト sonnai.com sonnai.com のサイトでは過去の、番組も聞けるようになっておりますし、そんな理科の時間の一覧ページの右側に、メールのフォームがありますので、そちらからメールを送っていただくこともできます。ぜひですね、ラジオネームかペンネーム、読み上げていいお名前を添えて、メールを送ってください。あとですね、オフ会に参加した方はオフ会の感想なども送ってくださいね。あれ？はい。オフ会、でもこれは7月12日の配信でしょ？そうです。その以降ってことね。はい。なので、はい、オフ会に参加した方はオフ会の感想を送ってねっていう。はい。まだオフ会やってないけどね。はい。はい。ということで、今回はこの辺にしたいと思います。有料でお聞きの方、audiobook.jp でお聞きの方はこの後おまけがついています。ということで、そんな理科の時間第572回お送りいたしましたのは吉安と香里でした。それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。編集で NG になったおまけ音声です。なんででしょう。それは丸いからです。ナックルボール？では次のボールです。